はい、どうもまつげと申します。今回のプレゼンの対戦相手は白朗さんです。白朗さんは、トロピウスが大好きで、よくねトロピウスの構築をつぶやいてたり、トロピウスとエンペルトの構築かな、がなんとなく私の印象にはすごく残ってます。で、今回のねフレ戦でも結構私知らないことが、あって結構びっくりしたかな結構ね内容も面白いものになってると思うので、はい、お楽しみに最後までご覧ください。では、お相手のねパーティー見ていきましょう。トロピウス、シャンデラ、ミトム、ウォッシュロトムですね。ウォッシュロトム、エンペルト、ラティアス、カミツルギです。対する私のパーティーはフェローチェ、カプテテフ、ゲンガー、テッカグヤ、ガブリアス、マタドガスとなっております。パッと見どうでしょうね。結構お相手はあれですね、マイナラポケモンばっかりで来るのかなと思ってたけど、意外とメジャーどころもね、多く見られますが、まあ注目すべきはトロピウスとエンペルトでしょうね。トロペルト構築か、トロペルト構築が、どんなね、どういう構築なのかっていうのをね一緒に見ていきましょう。はい、では1戦目ですね、対戦の方見ていきましょう。どうぞ。はい、白朗さん対戦よろしくお願いいたします。かわいい、すごい服がかわいい。サンタテさんサンタテさんカミツルギですね。でこちら初手フェローチェです。この対面はどうなんでしょうね。技にもよる気がするし、こっちの方が若干有利な気もしますが、持ち物次第っていうところでしょうか。とりあえず私はトンボ返りを打ちました。あれですね、タスキを潰して後ろにつなげるっていうことで、ただやっぱタイプ1結構入りましたね。ただガブが、これはおそらくスカーフ読みなのかな、スカーフ読みでしょうね。ただうちのガブリアスはメガガブリアスなので、ここでメガ進化をしていくと。この子結構 HP に厚く振ってるので、結構スマートフォンやっぱりあんまり入らなかったですね。で炎の牙を打っていくと結構入った。でここでねトロピウスの持ち物はね、悪鬼の実で棒を、物流技を受けると防御力が上がるのかな。で面白いね木の実を持ってたので、一応あれなのかな、物流系だったのかな。でガブリアスはここで剣舞を打ちます。お相手からの打点がないっていう風に思ったんですが、ここでそれを読んでか、吹き飛ばしをねうまいこと決められてしまうという。で、後ろの3体目がバレるんですよね。で私は最後キネシスで押してます。いいダメージですね。トロピウスは羽で、粘ると。意外と耐久がある。あるね。で、お相手ラティアスに、チェンジですね。で、おそらくそんなに入らないでしょう。そんなに入らないって言っても、ラティアス相手に後悔も一つでここまで削ったら結構優秀ですよね。で、お相手メガラティアスですね。メガラティアスは結構見るけど、メガラティオスはあんまり見ない気がする。どうですかね。あんまり私シングル潜らないから、すごい敵とぶっこいてる気もするけど。で、このカプテテフですね、実は脱出ボタンなんですよね。多分、確か。脱出ボタンなんですよ。まあおそらくお相手さんは、スカーフ読みかなで動いてきた感じがするんですが、
残念ながらうちのテテフちゃんは脱出ボタンと、うんですね。まあ、一応これがですね、カプテテフを出してサイコフィールドを残した状態で先制技を受けないようにフェローチェを出すっていう、うん、一応ねそういう役割があったんですが、まあ、結局今サイコフィールドぶっ壊れたのでぶっ壊れたじゃないなくなったので、うん、あんまり意味はないかなこの脱出ボタンの発動に。で、ラティアスを倒したフェローチェがビーストブーストで攻撃力を上げていくと。でここでヘッドビームですね、神剣に当たって神剣も倒れると。うん、フェローチェはねやっぱね刺さった時強いですよね。この子シングルやっぱり、うん、強いなと思う。いいな、フェローチェ使いたいな。うん、フェローチェ使おうかなシングルで。ただこのね冷凍ビーム4倍ですよ、4倍ダメージをね耐えていくっていうトロピウスの、うん、耐久もすごいなと思いました。私はフェローチェの冷凍ビーム耐えるってしかも結構、うん、思いっきり素で耐えてますからね。うん、で凍ったにもかかわらずすぐに氷が溶けて攻撃をしてくるというね愛も感じられました。はい、白露さん対戦ありがとうございました。はい、では白露さんとの2戦目ですね、見ていきましょう。先ほどはねあのエンペルトが後ろにいなかったんですが、ここは初手でエンペルトが出てきます。エンペルトって正直あの受けで出てくるのかなと思ってたんですが、そういうわけでもないみたいですね。うん、でこちらはフェローチェからですね出してます。ここは何読みで下げたのかな。とりあえずなんかタスキ削ってくると思って悪事とか読んで投げたのかな、わかんない。でこちらですね、あー置いてあれですね、飛び膝切りを読んでるのシャンデラですね。でカプテペフがシャドウボールを打ちますが、ここでシャンデラにトリックルームを決められると。でお相手ゴーストセットですね。うん、シャンデラのゴーストセット、皆さんシャンデラとズガドーンですね同じ、まあ、タイプなんですけど、どういう使い分けしてます、どういう、まあ、多分役割的に全然違いますよね。なんかなんだかんだなんか劣化だ劣化だみたいな最初言われてたけど、私的に全然この子役割が違うと思うんですよね。トリックルームとかサイドチェンジとかも使える、あごめんなさいダブルの話ダブルの話なんですけど、うん、サイドチェンジとかトリックルームも使えるし、うん、なんか全然ズガドンとはまた別な気がするんですが私的にね、うん、皆さんはどう思いますかね。でここでもうメガゲンガーがトリックルームを貼ります貼りますというか元に戻しました。さすがにここ のトリックルームは白露さんも読めなかったらしくて、で、身代わりは、はい、あくび読みですエンペルトはねあくび持ってること結構多いので、実は私もエンペルトね1匹作成育成してるんですよね。でやっぱりあくびは遺伝させて育成したので、タスキで耐える、レッドカードね面白いですね。そうか、猫ここね私さっきうん多分気づいてなかったのかな残念プレイングが。で、ゲンガーはシャドーボールを打ちました。まあシャドーボール一貫してるよね後ろにも、うん、なのでシャドーボールを打っていきました。お相手からするとトリックルームを決めた時点でだいぶ
有利に立ち回れてたはずなんですが、まあ、こっちのゲンガーがね、トリックルームを持っていたので、で羽休めに粘ると、ゲンガーは身代わりを張ります。まあ羽休めよもかな、で持ってたらね龍舞を使ってくるんですよね。トラピウス龍舞を覚えるの私知らなかったです。これ すごい勉強になったというか、なんか使えるかもとか思ったり強いかもしれないって思いましたけど、でここでまあ運よくね、Dダウンは引いたので、これは結構ラッキーでしたね。さあシャドーボール、これがどのぐらい入るかですが、結構入りますね。やっぱりリーフブレードですね。やっぱりさすがに攻撃力が2段階上がってると、身代わりもね、今回今一つでも身代わりが壊れると。ただここでねシャドーボールを打ってプロピウスを処理できたので、これは結構大きかったですね。で最後エンペルトですが、おそらくゲンガーのシャドーボールは耐えれないはず。はい、耐えれないですね。はい、白露さん対戦ありがとうございました。はい、白露さん今回は対戦本当にありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。白露さん戦、トロピウスが龍舞を覚えることを知らなかった人、素直に手を挙げてください。はい。知らんやったわー。知らんやったー。龍舞使えて、フェローチェの冷凍ビームも4倍も耐えれて、って結構強くないですか？って思ったんですけど、どうなんでしょうね。秋の実か収穫でどんどん能力を上げていくっていうのもなかなかなんか使い道があるような気もするっていうのをちょっとね今回考えさせられた試合だなと思いました。またね、フレ戦するときは、まあ、強化版ウルトラサンムーン版トロペルト構築楽しみにしていますので、また機会があれば対戦よろしくお願いいたします。次回の対戦相手は、カイトさんですね。お相手さん鋼統一でプレゼンをしてくれました。はい、一体どうなるかまたね楽しみにしていてください。では、また次回の動画でねお会いしましょう。バイバイ。